イコレジェニアです。ということでね、ラスチャレンジの編成と立ち回り紹介していこうと思います。もし参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。編成はこちらです。いつもの汎用パートほぼ一緒だからね、詳しくは喋んないんだけど、肩栗の継承を変えてます。ボロスですね。これ属性吸収が役割です。長めの属性吸収だったら何でも OK です。じゃあね、立ち回り見ていきましょう。例によって倍速で見ていきましょう。まず一回そうね、ここロー打って、マルコ打って、カイドウ変身して、ビッグマム打って殴っていきましょう。はいと。で、適当にコンボ組んで倒します。はい、OK ですね。こんな感じでぶっ飛ばしていきましょう。さあ、続いて2階層ですね。2階層も属性吸収あるんだけど、光吸収だけなので、今回は関係ないですね。このまま倒していきます。はい、適当に組んで。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。はい、ワンパン。はい、続いて3階層ですね。3階層ね、ここ属性吸収来るんで、ボロス打っていきましょう。はい、ボロスと。で、平積みしていきます。はい。適当に組んでもらってと。はい。OK ですね。これでまずは超根性まで削っていきます。で、超根性まで削ったらね、消せないしてくるので、ここでビッグマム打って、マルコ打って殴っていきましょう。あとは平積みですね。はいはいはい。はい。OK です。これで突破していきましょう。ちなみにビッグマムはね、別にエンハース使ってるわけじゃないんで、特にね、代用しても OK です。さあ、続いて。続いてもね、属性吸収あるんで、ここね、殴っていきましょう。はい。属性吸収は継続です。はい。オッケーですね。しっかり組んで、まずは超根性まで削ります。はい。で、次ね、76にして、で、コンボ吸収、12コンボ吸収してくるんで、片栗打ってね、コンボ加算しながら殴るといいと思います。ルーレットね、嫌な人は別に打たなくてもいいんだけど、まあ、打っといた方がね、コンボ数増えるからいいかなと思います。はい、オッケーですね。これで盤面で12コンボしてるんで、余裕で突破できますね。はい、オッケーです。さあ、続いて、5階層ですね。5階層、ここカイドウ打ってワンパンしていきましょう。はいと。さあ、ビッグマム打って、で、カイドウ。カイドウ打ってないわ。ビッグマム打って、そのまま倒しましょう。はい、OK です。これで、そのままワンパンと。はい、と。そしたらね、こいつ進化します。さあ、進化。まあ、アンコールします。はい。で、はい、カイドウ打って、で、殴っていきましょう。で、超根性まで削っていきます。はい、OK です。で、削ると。さあ、そしたらね、続いて覚醒モコ来るんで、マルコ打って返していきましょう。で、今回ね、私ボロス使ってるから似た変質あるから、カイドウ打って倒してますけど、別にこれね、なかったらなくて、なかったら OK です。まあ、ボロス持ってる人少ないと思うからね、他のキャラ使ってると思うんで、まあ、変質なかったらね、普通に盤面で突破してください。はい、終わりです。ってことでね、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。